年齢的なものはあるが特に異常は感じな,いなるほどあの治療を続けてますかええ、薬はずっと飲んでいるそうですか。休みはしっかりとってますかまだ質問が続くのかなるほどドクター正直な話第三世代の人造人間は本当にすごい何か用はあるか ?BOS の介入はあったが マスフュージョンは成功したようだな守備よくことを進めたよドクター・フィルマーの報告もそうなっていた結果には満足しているあのテクノロジーを野蛮人どもに奪われていたら最悪の状況になっていたはずだしかし BOS の介入をもっと重要視すべきだった彼らのテクノロジー収集への執着を考慮すると 将来的には彼らとの衝突は避けられない少なくとも連邦内では最新のテクノロジーを保有しているのは我々だそれとインスティチュート内に例の問題があったことは見逃せないあなたの忠誠に関することだもちろんあなたの忠誠を疑ったことはないがしかし BOS と直接対決することで あなたは私以外の他の人たちを安心させたあなたを誇りに思うとにかく BOS は将来的な問題だ今は現状に集中しよういかんいかん老人は話がどうしても長くなってしまうな時間を取らせてしまった仕事があるのにすまない原子炉の部品が足りないのか 外に出たついでに手に入れとけばよかったな。いや、それとは別の話だ。願わくば、この件が平和に解決することを望もう。こんなことは言いたくないが、君が作り出した状況だ。意図的ではなかったにせよ。どういう意味だ何が起こったそれはだな。あなたがドクター・フィルモアに協力している間に、二つ目のチームが派遣された。 連邦からインスティチュートにある人物を招待するためだしかし、医師の疎通に失敗して、その人物は助けを求めたそして、あなたたちミニッツメンの出番になったわけだ今のところ争いごとには発展していないようだが今後もそうあってほしいところだ現地に行って、外で集結しているミニッツメンと話をしてほしい。 今すぐ引き下がるように説得するのだ。ドクター・トンプソンが現地にいる。彼と連絡を取ってほしい。あなたなら任せて大丈夫だと思うが、その人物には直ちにインスティチュートに来てもらわなければならない。それが最重要課題だ。なぜそこまで手間をかけるそいつの何が特別なんだウォレス氏か正式な教育を受けてないにもかかわらず、 彼は素晴らしい知性を備えていることが我々の調査で判明した。彼の力があれば原子炉の剣を劇的にスピードアップできるだろう。 おい、いいそこで待て。よし、必要な時は行ってくる。将軍。どうしたんだ。来てくれたとは驚きだな。応援なら歓迎するよ。インスティチュートの連中は逃がしはしない。あそこから出たいなら、俺たちを倒してからだ。何が相手なのかすらよく分かってないが。 君がいれば100人力だでも誰に話を聞いてここに状況を把握してないようだな。この件は思ったよりずっと複雑なんだ。状況は分かってるさ。どこでも誰でも好き放題に誘拐できると思ってるクソ野郎どもがここにいる。それだけだ。でも俺たちがいる限り、奴らの好きにはさせない。じゃあ、どの手で行く やつらをここへおびき出して始末するのが簡単だと思ったがでも一人残らず逃がさないようにするにはあの場所を襲撃するのが得策だと分かったそれがいいだろ先陣を切ってくれるか中に入って状況を確認するからみんなをその場で待機させてくれそれはいいアイディアに思えませんが早く手を打たないとやつらに逃げられてその上仲間を一人奪われることになるぞ それを黙って見てるわけにはいかない。突入を指揮してくれるかすべてが誤解なんだ。誤解それってどういうことだ何が誤解なのか説明してくれインスティチュートと求めてるものが同じじゃないか。協力する道を探そう。それについては何とも言えんが、とにかくあの男の無事を確かめるのが先じゃないかとりあえず彼らに手は出さない。いそれは約束するが。 君の判断が正しいことを祈るよどうも、ショ、はあ、来てくれてよかった。もうダメかと思ったよ。生きては帰れないかと。なぜこんなことに現場の仕事は苦手なんだ。何度もそう言ったのに。無理やり送り込まれた。 ウォレスが誰かと連絡を取ってるなんて知りようもなかったこっちの動きが悟られてることももしそのことが分かってたらおそらく別のアプローチを試していただろう彼がフェイズ3の鍵を握っているのは分かるが自分たちの命を脅かしてまで引き抜く必要があるのだろうかなぜインスティチュートに送り込まれたんだ同じ科学者として彼と馬が合うと思ったんだろう 連中は何年も前から彼にずっと目をつけてたもともとどうやって見つけたのかは知らない知りたくもないがでも彼の頭の良さとフェイズ3にどの程度貢献できるのかが分かるともっと真剣に監視を始めたテストのために実験用資料を与えていたんだよインスティチュートにとって利用価値があるかどうか見極めようとしたんだウォレスの身柄を確保したらここを出よう そのウォレスってやつはフェイズ3と何の関係がウォレスはとにかく頭のいいやつだ連邦では史上最高と言ってもいい理論物理学の天才なんだインスティチュートにとって利用価値がある原子炉を動かすのにね彼がいればスケジュールを大幅にスピードアップできるただちょっと問題が彼は我々と一緒に行きたくないと言ってるできれば 彼と話をししてて説得してくれないかどんな風に話せばいいとにかく怒らせるな。こちらに敵意がないことを知らせて、一緒に来れば人生が激変すると教えてやってくれ。俺さん、話をしに来た。君もそうなのかロボットなのか落ち着いてくれ。 面食らってるのはわかるな。誘拐する気だな。人でなしめ。いや、人かどうかもわかったもんじゃない。インスティチュートの悪い噂はいは色々聞いてるぞ。みんなにひどいこと、そんなことはさせるか。とにかく落ち着け。ただ話がしたいだけなんだ。<laughs> そうか。一体何が望みなんだウォレスさん、インスティチュートに力を貸してくれないか。インスティチュート でもあいつらはその悪いやつらじゃないのかインスティチュートはある技術上の問題を抱えている君の専門知識が必要なんだ力を貸してくれたら最新鋭の研究施設を自由に使ってもらっていい想像できる限りの最高の施設だよその施設ではどんな研究でも好きなだけできるどんな研究でも約束するよ 他の場所では絶対実現不可能なセキュリティに守られながら仕事ができるんだよこちらの提案よりもっといい話があるのかいやそんなことはない分かった一緒に行くよ未来の所長さん部下として働けるのを楽しみにしているよよしこれで事態は収まりそうだなありがとうつまり 協力を感謝するよ今すぐ彼を連れてくるんだなああ彼が考えを変えないうちにそうするよインスティチュートに戻ったらまた会おう